ルドルフ、借りてった私のウサギどうするつもり？これといった成果もないじゃんか。申し訳ないな、あんな奴らで成果を出せなくて。もう一度言ってみろ、このカタツノのトナカイが。申し訳ないな、弱ったウサギじゃまともに成果が出せなくて。俺はウサギにかけるよ、もう片方の綱もぶっか抜いてやれ。全員くたばる前に黙って席に着け。なんなのババア、威張っちゃって。エルシャのスト図書館に第4軍を投入する。あれ、図書館はいいけど巣にも。親指もアンダーボスを失ってチリジリになってるせいで群れはないと思うんだけど。残っている人差し指が厄介みたいだ。人員を多数投入するのではなく、補充で数人のみ行く予定だ。それが私たちと何の関係があるの？我々は図書館へと向かう。今回の任務が失敗すれば、私を含めた第4軍の1万5000匹は全て殺処分だ。上ではまともに取り合ってくれなかったんですか？第4軍はただエルシャのためだけに存在しているから当然か。それもそうか、軽録だった俺たちがここまで持ちこたえたのだけでも大したもんだよな。あんなに必死で安全を確保したのに、また殺処分の危機に陥ったね。どうして私たちはこんな目に遭ってんの？エルシャが勝手に自爆したのに、どうして私たちが巻き込まれないといけないの？アール社は信頼が命だ。エルシャが勝手に崩壊したなら我々の責任ではないが、もし外部の仕業ならアール社は契約を守れなかったということだ。きちんと仕事をやり遂げられなかった家畜は廃棄するのみですよね。そして今回の件はエルシャだけの問題ではない。話が見えないんだけど。 W 社の得意点まで図書館に抵当に入ったわけだ。整理要員と乗客の本が図書館にあるとのことだ。乗客？妙。この前勝手に処理すると言ってた件は連絡がついたのか？妙。うん、連絡もらってないけど。てことは、あいつの性格考えればわかるよ。何時間が過ぎても到着しそうにないから、これでも使ってみようって取り出したんでしょ。あえてワープ列車に乗せた理由はあるのか？いや、まあちょうど他にも頼むことがあったから、ついでに解決してくれって言ったの。その時図書館はまだありきたりな都市伝説くらいだったから、大したことじゃないって思ってたんだ。そもそもそんなところでくたばるやつじゃないと思って、金でも稼ごうかってお願いしたの。ちょっと待て、一等席でもなく一般席の乗客なのか？私に一等席の切符を買うお金があるとでも思ってるの？あいつが列車の運行中図書館に抜け出して本になったとする。たかが一般席の乗客が消えたからって W 社全体が動くのか？どうせ外から見たら正常に到着したのには違いないだろう。そうだね、そのちょっと止まったって事実を公開しても信じてくれる人はいないだろうしな。そんな急いでワープ整理要員を送る必要はあったのかな？かえって得意点が露骨にバレるのに。その事実を手がかりに真実を暴こうとしてる人もいるだろうしな。それに一等席の乗客が一緒に消えたのなら筋が通るし。それは今重要なことではない。我々の仕事は L 社、W 社、T 社の得意点を保護し、それぞれの巣を守ること。処分されたくないならどうにかして得意点についての本を回収しなくてはならない。L 社が崩れた原因についても探す必要がある。でもその過程で嘘が混じっているのならカラスに直接処分されるだろうから、その点は覚悟しておけ。エルシャが勝手に自爆したことを祈るしかねえな。とにもかくにも得意点に命を懸けるだなんて笑えるね。笑えるも何もないだろう、仕事だから命を懸けないと。よく言うよ。よく考えてみると得意点って本当
面白くない？時間を節約する W 社の空間移動。実は異次元の中でものすごい時間に苦労して耐えながら変なトンネルだか何かを通過して到着するわけじゃん。到着したらまた最初の時間に戻しておいて、 T 社はそこでの時間を集めて売ったり利用するじゃん。多分都市のどこかには数百年間苦しんだ時間をさっぱり忘れた人がいて、その人がその時間を利用して肉でもじっくり煮込んで食べてるだろうね。 R 社だからって違うとでも思う？私たちもそうじゃ。そこまで得意点についてこれ以上ペチャクチャ喋るなら独房にぶち込んでやる。はい。事態は一刻を争うから全員出動準備を済ませるように。くそ、本当に R 社からも来るじゃないか。気になるわね。今の図書館は果たして R 社と肩を並べることができるかしら。そんなこと気にしてどうすんだ。自分は現場に行く必要がないからって言いたい放題だな。弱音は吐いてはいるけど、いつも通りうまくやってくれるって信じてるわ。何かアドバイスはしたいけど、私が戦うのを見たことがあるのはウサギチームだけだから、そこまで多くは知らないわ。まあ大丈夫だよ。今まで教えてもらったこともないし。申し訳ないわね。何そうマジになってるんだよ。冗談だよ冗談。それにしても R 社はどうして雇ったんだ？最初は L 社のことを知らなかったから納得できたけど、ここの司書とゲブラを見た感じだと十分な気がして。幻想体という存在のせいでちょっと油断している隙にことが大きくなることがほとんどだったの。たまに職員たちだけでは解決できない状況が起こりもしたわ。職員の損失を減らすためにウサギチームを利用したんだな。他のチームを利用しないのはなんでだ？見たことはないからよくわからないけど、最初に契約した時大まかに話してもらったの。サイたちは強大な戦闘力を持っているけど、興奮しやすくて会社の施設を跡形もなく壊す可能性があるって言ってたわ。力が強くて頼もしそうに見えたんだよな。じゃあトナカイは？精神力を利用した攻撃を使うって言ってたわね。他の機械はともかく管理人に取り返しのつかない損傷を与えそうだったから。結局そこに一番適してるのはウサギだけだったってことか。ええ、もちろんウサギチームもしでかすことがあったけど、それでも結構手伝ってもらってたわね。空気が重い。雰囲気だけで言うなら遺跡に入ってきた感じがするな。都市の星なら遺跡とそう変わらないだろ。美味しい草をはめるって思うとすごくビビビってくるよね。ミオ、お前は少し黙ってろ。歓迎いたします、ゲストの皆様。私はここの館長兼司書のアンジェラです。私は R 社第4軍の隊長ニコライだ。よろしく。アンジェラ、久しぶり。契約とかもう終わったから楽に話すね。知っている顔が見られて私も喜ばしいわね。あんたがエル社をぶっ潰したんでしょ？どうしてそう思ったの？最初見た時から腹が真っ黒って感じだったし、何か一発やばいことしでかしそうだったからね。私の勘は騙せないよ。おかげで私たち全員殺処分される羽目になってるし。相変わらず空気が読めない上に見当外れのことを言うのね。気になるなら本ってものを読めばいいから。ああ、本っていうのはね、手に持って紙に書かれた文字を読みながら一枚ずつめくっていけばいいのよ。操り人形の秘書もどきが終わった後は図書館でおままごとでもしてるの？あなたが大好きな赤い霧を私が殺したって思ってるの？ミオ、黙れって言っただろう。お前、面白いことを言うんだな。とりあえずは案内してくれるか？もちろんですよ。どうかあなたの本が見つかりますように。
親しい友達の本を見た感想はどうだ。友達？さっきも言ったけど、ただの知り合いよ。それはさておき、君と長いこと関わってきた人ってそういないだろう。ここに来たゲストの中じゃまたとない一緒に働いてきた仲間じゃないか。なんか変な感じはしないのか。不思議といえば不思議ね。それ以上でもそれ以下でもないけど、これ以上の感情を持っていたとしても事情を考慮して多めに見るつもりはなかったわ。私たちとゲストの考えは確実に分かれているから。全てを食い尽くしながら得た自由の後味は悪くなりそうじゃないか。わからない。でも私は今私が抱いている目標のためだけに歩いていきたいの。周りのものは気にしたくない。この歩みだけでも私はもう精一杯だから。後悔しないってことか。ローラン、あなたこの前からずっと後悔してるかって聞いてくるわね。いや、まあ最初は君が何も知らなかったとしても、ここまで登ってくる道中で見て経験したものがたくさんあるじゃんか。少しくらいは君の考えが変わったりしてないかなって思って。それだけだよ。見つめるものはいつでも変わるものだから。そうね。これで残りは妙だけか。そうですね。どの妙が勝つのか、賭けでもするか。飽きないな。僕はあのクソウサギが嫌いだとはいえ、この光景だけは気に食わないな。クソ、私またくたばったみたいだね。このクソみたいなことをまた繰り返さないとダメなの？ちょっとやそっとやってきたわけじゃないのに、キャンキャンうるさいな。さあ早く決めちゃおうか。 TT2 プロトコル100倍出力で1日だなんて、そこそこエネルギーがかかりそうですね。普通1週間はかけてたじゃないですか。十分な時間と個体数が必要なのは私も知ってるけど、今は時間がないんだ。100倍加速で1日なら3ヶ月だろうな。妙は5000匹くらいかな。1万人の俺と1年間ずっと戦うのは本当地獄だったが、今回はこの前よりやりやすかったな。くそ、くそ、くそ。半分くらい残ってるかな。昔のこと思い出さない？最初に私を殺した時、手がイカれたみたいに震えてたよね。雑談してる間に一人でも多く殺せってば。ではもう一度約款を説明いたします。 A 社の規定によって、クローン人間はオリジナルを含めて2名以上、期限は7日以上、都市に存在してはいけません。該当事項に違反する場合、 R 社の翼の資格を剥奪し、 B 社によって廃業処分となります。ここでの7日は A 社の時間軸を基準とします。死ね、死ね、死ね。くそ、1ヶ月も人肉かよ。しかも私が私を食べなきゃダメとか。前は一年中食べたこともあるじゃんか。どうして私たちが互いを殺さないといけないの？今まで殺してきたくせにわからないの？より強い妙を選ぶためだって。わんさか殺したくせに精神が壊れちゃうやつもいるんだよね。同じクローンなのに不思議だよ。うん、大体の私は人を殺すとき気分が最高になるんだけどね。殺さないと生き残れないからじゃん。余談ですが、 R 社の孵化場、つまり R 社の人間クローンマシンは、これから作動させることが困難になりそうです。L 社が崩壊したせいでエネルギーの供給が少なくなったんですよ。同じ理由で W 社も非常事態だと聞きました。そうだろうな。 L 社ほど好条件で取引しているところはないと総司令官に聞いたから。最初はいっぱい泣いたのに。うん、私が私を殺せだなんて、それを飽きるほど繰り返したから
息をするみたいに殺せるようになったんだよ。私が私を殺せるのに他人を殺せないわけないでしょ。そして最後の一人に生き残れたことに喜んで、毎回死んで生き残った記憶を持ったまま目覚めるのは本当クソだったけど、それでもこの地獄みたいな時間を耐えられたのは赤い霧が言ってくれたおかげなんだよね。強いやつが生き残るんじゃなくて、生き残るやつが強いんだって。くぅ、裏路地でかっこよく私を救ってくれた赤い霧がそう言い残して消えたんだけど、しびれるよね。うむうむ。じゃあ誰が生き残るかまた始めよっか。第四軍の負荷はこれが最後でしょう。今回失敗したら次はないと思ってください。そうじゃなくてもそう思ってたところだ。これ以上私たちに使うエネルギーはないだろう。しぶとく生き残ったね、私たち二人とも。これ以上ためらうこともないよね。最後だし悔いが残らないように終わらせよっか。見た感じ私が一番遅かったか。ウサギ、こういう風に会えて嬉しいよ。はあ？お前が私に会えて嬉しい？くそ！おい、お前らまた勝負したよね。うん、635番マキシム、次の酒は君のおごりだよ。俺は17番の妙の勘が冴えてるように見えたから、当然その妙が出てくると思ったんだけどな。17番はちょっとジャジャ馬だったよな。ところでマキシム、当然酒は私にもおごってくれるんだよね。当たり前だ、それが賭けのルールだからな。お返ししに行くか、あの司書だかなんだかいうやつらに。あれがアルシャ得意点の正体だったのか。クローン人間が1週間以上存在してはいけないだなんて、どういう理由でそんな変な基準を決めたのかしら。知らないよ、別に知りたくもないし。死んだ人間をコピーできたのなら、どうして私とセフィラたちを作ったの。条件なんてどうでもよかったじゃない。まあ深いところまで探っていけば、その技術が万能じゃなかったって可能性もあるしな。いろいろと事前準備が必要だとか、何かしらの許可が必要だとか、複雑な問題があるかもしれないし、その人が選んだ方法がその当時は最善の選択だった可能性もあるし。にしてもびっくりだよ、人間をクローニングできる技術があるって。1週間以上2つ以上のクローン人間さえ都市に存在しなければいいって、どういう考えなんだ。私と本当に似てるわね、クローン人間って。それはさておき、クローン人間だとしてもあんな残酷に利用するとは思わなかったよ。今度来る奴らはもっと強いかな。それはよくわからないわね。でも数千人の中から生き残った奴だし、手ごわくはあると思うわ。空気が重い。雰囲気だけで言うなら遺跡に入ってきた感じがするな。都市の星なら遺跡とそう変わらないだろう。そして我々はここで全員やられた。おいしい草をはめるって思うとすごくビビビってくるよね。ミョ、お前は少し黙ってろ。再度歓迎いたします。私はここの艦長兼司書のアンジェラです。私はアルシャ第4軍の隊長ニコライだ、よろしく。この前と同じことをおっしゃるんですね。そうなのか。アンジェラ、久しぶり。契約とかもう終わったから楽に話すね。あなたは何ともないの。何が。あなたはあなた自身を今まで数えきれないくらい殺したじゃない。だから。おい図書館長、どこまで知ってるんだ。あんたたちはどうしてそう何でもないようにいられるの。あんたたちは人間でしょ、どうして精神が崩壊しないの。隊長、どうやら知っているようです。
そうか、これが図書館の力だろうな。こうやって生きていることに驚いているのか。温室の中の草花のように生きているお前にはそう思うかもしれないな。でも我々がここまで見てきたものに比べればこれくらいはなんてことない。十分耐えられますよ。私がどうやって生きてきたのかも知らないじゃない、あんたたちは。うん、私知らない。だからバカみたいに大げさ言うのはやめて、お互い行くべき道を行くことにしよっか。私たちも死にたくないんだけど、あんたがどう生きてきたのかは気にもならないし、知りたくもないよ。それが都市での人生だから。よく知ってるな。どうかあなたの本が見つかりますように。ローラン、あなたも私が大げさ言ってるって思う？いや、俺は君がどんな人生を送ってきたのか間接的に見たからそうは思わないよ。私ちょっと怖くなったの。私が持っている痛みが誰でも耐えられるくらいの痛みなのに騒ぎ立ててるのかと思って。あの人たちはもっとひどいものを見たって言ったじゃない。これくらいなら耐えられるって。本当に私がもっとひどいものを見たことがないから、だからあの人たちにとっては何でもないようなことにも苦しんでるのかな。そんなこと気にするな。今持っている痛みだけが大事なんだ。その痛みを抱いてずっと進んでいけばいいんだ。君の痛みに対して周りから何を言われても、そして何て言われるかってことも考えずに、君が誰かの基準に合わせる必要はないんだ。人によって受け止め方が違うってこと？ま、簡単に言うとそうだな。そんなので甘えだの大げさだのそれぞれ基準を作ったりはするけど、無視した方がいいよ。ありがとう。おかげでちょっと力が湧いてきたわ。そんなありがたいだなんて、俺の心情言っただけだよ。近頃エル社の巣を中心にねじれが幾何級数的に増えているそうです。それに個人事務所も不利益を受け入れてまで一方的に契約を破棄しているようです。ねじれの処理はもちろん、図書館に関することまでもです。ある意味当然だろうな。だから俺たちリュウが担当してるし。部長、今回一家がねじれに関連した資料を一つ送ってくれたと聞きました。ああ、そのために君たちを呼んだんだ。ねじれに関しての情報を残すために記録するのは二人とも知っているよな？はい、記録は残していますが、その内容は M 社の得意点の月光石を手元に置いている人だけに公開しています。私たちは任務のために携帯することが定められているので関係のないことですね。でも一般的な資料じゃないみたいですね。私たちに共有しているってことは。ああ、映像を見ててかなり気になる部分があってさ。とりあえず結論から言うと、リュウ一家は泣く子の生け捕り作戦に失敗した。まさか全滅ですか？いや、逃がしたんだ。しかし一家、それもシャオ部長が逃すくらいなら都市悪夢ではないでしょう。もしかしてランクが上がったりしましたか？まず映像から見てみようか。この部分からだ。全員しっかりしろ。我々はどんなことがあっても引き下がらない。わかりました。部長、先ほど泣き子が地面に墜落しました。あのざまじゃもう飛べないだろう。もうすぐだ。もう少しだけ耐えればいいから突っ込んでいけ。部長、横。かわいそうだね。たかがこんな子供を捕まえようってリュウ一家が出しゃばるだなんて。君の内側に流れる純粋で綺麗な旋律を誰も分かってくれないんだな。青い残響。どうも、久々だね。そうだろう？相変わらず挨拶が好戦的だね。またどんな事件を起こそうとしているのかは知らないが、今度はおとなしく引き下がってくれると嬉しいな。俺はただ
どこに行っても受け入れられない、あのかわいそうな友達を連れて行こうと思っただけだよ。傷だらけになって捨てられて、これから君たちみたいな人に処理されそうになってるじゃんか。悲しいね。ただ泣きたかっただけなのに、代わりに涙を流してあげたくなるな。上言はよせ。お前は一体何が足りなくてこんなことをしでかしてるんだ。お前くらいのフィクサーならこんなことを起こす必要もないはずだろうに。ずっとこんなくったらねえことを続けるなら、いくら特色とはいえ、いつか処理しろって命令が下されるだろう。足りないものはない、処理される。君は今の人生に満足してるか？目に見える豊かさが全部じゃないよね。俺の心の片隅はいつも空いている。その空間は無駄なもので埋めようとするとどんどん広くなって俺を締め付けてくるんだ。ああ、その空間にあるべき何かを見つけないといけないんだ。俺、見つけたみたいなんだ。でも、まだ手に入ってはいないんだ。一日でも早くその空間を埋めて、俺を完全にしたいな。ああ、君にはいるって言ってたっけ？大切な人。無駄口を叩くな。そんなに睨まれると冗談も言えないよ。今日はお互いに腹の中を見せ合うことはない方が嬉しいからね。この怖い子ちょっと片付けてくれない？一つだけ聞く。一体あんな化け物を連れて行って何をするつもりなんだ？結構面白い質問だね。誰だってかわいそうなものを見たら連れて行って可愛がってやりたいって思うものだろう。俺と共に行けると思うんだ。興味深そうだし。そうじゃないか、オズワルド。今は酸っぱい香りがしますけど、きっと私たちと一緒なら汚い悪臭を放つことができるでしょう。洗い方を知らないとこんな感じで変に酸っぱい香りがするんですよ。私が綺麗さっぱりコーデしようと思ったのに、あの骸骨さんが変な場所にあくったせいで。何言ってるんだ。結論は、俺たちが連れて行こうが行くまいが君たちにとっては悪くないんじゃないか。俺が連れて行けばこの巣の破壊も止まるだろう。結局この友達を片付けないといけない根本的なことが解決するってことだ。いや、ねじれ捕獲のためにもより強くお前を止めないといけないな。化け物なんてその辺にいるのに、この友達である必要なんてあるの？はあ、長話も疲れるし、楽しいおしゃべりはここで終わりにしようか。オズワルド、頼むよ。人魚さん、刃さん、削りに磨いてきた私たちの実力をみんなに見せてあげましょう。きっと万雷のような歓声と拍手の音が鳴り止まないでしょうね。くそ、部長どうしますか？青い残響。俺たち3人は静かなところにでも行って話し合おうか。ブルート。わかりました。青い残響、意味がわかりません。どうしてあんな高いランクのフィクサーがこんなことを？それはまだ誰も知らない。青い残響だけが知っているな。とにかく8時のサーカス団員を処理するには問題なかったが、その間に青い残響は泣く子を連れて消えたそうだ。よって他のねじれ標本捕獲のため数日は臨時本部に滞在するとのことだ。なんだか今朝帰ってくるはずの一家が全然いなくて何事かと思いましたよ。心配ですよね、部長。いや、
シャオのことは信じてる。それはそうと、俺たちの状況はどうだ。私たち二課も他人の心配ができる立場ではありません。協力事務所も含め、図書館の調査に行った二課の人員が多数やられています。このままでは本当に困ったことになると思います。そうだな。じっと座ってやられてばかりはいられない立場だな。けど全く収穫がないわけじゃない。ねじれ現象が発生した人は激しい感情的なストレスを受けていたという共通点がある。感情的なストレスですか。感情的に極限状態へと追い込まれた人たちがねじれを発言することだけは確かですね。でも都市でストレスを受けずに生きていけるわけないじゃないですか。全部墓場まで我慢して生きてくんだし。まさにその通り。ここからは俺の推測なんだが、臨界線を越えてしまった人にねじれが発生するんじゃないかって思うんだ。その微妙な線がどこか何かはまだわからないけど。部長の言う通りなら、ねじれをなくすためにストレスを抑えるか臨界線を伸ばすかのどちらかが必要でしょうけど。都市じゃ両方とも不可能ですね。この程度の手がかりだけでは完璧に解明することは不可能です。もっとたくさんの情報がいります。まあ金を受け取ったらどうにか問題を解決しなきゃいけないのが俺らフィクサーだし、もう少し動いてみるか。今度の招待状には結構期待してるし、もう少し頑張ってみるとするか。わかりました。それにしても部長、あれはちゃんと準備してるんですか。ん？ああ、もしかして餃子作り大会に参加するのを。いや、これはシャオ以外知らないはずだ。いいえ、1ヶ月後の結婚1周年記念日の準備です。スエの移住権をプレゼントするっておっしゃったじゃないですか。え、どうしてそれを。いつの間にか広がってるんだな。部長もほんと、あの鉄血のシャオ部長とどんな新婚生活を送ってるのか、ニカじゃその話題で持ちきりなんですよ。とりあえずその話は仕事が終わった後で。はい。あとセシルは後でちょっと話そうか。はい。青い残響が何を目標にしてるかはわからないけど、一つ確かなことがあるわ。そういう話じゃなくて、今まで見てきた通りなら青い残響はねじれを集めてるわ。いえ、ねじれと呼べるかもわからないわね。理性的に考えて行動できるねじれ。今まで見てきた感じだと確かにそうだけれども、理由はわかんないな。あんな奴らを集めて何をしようってのか。何はともあれいいことではないと思うわ。ひとまずのところ答えも出ないような問いに時間を割くのはもったいないわね。まあそれもそうだな。それはそうと、フィクサー同士で家庭を築くのはありふれたことのようね。しょっちゅうだな。互いに顔を合わせて生死の境を行き来することが多いからだ。大体は悲劇で終わる。フィクサーの仕事をやりながら生きていけば、早いうちに片割れだけが残るんだよ、俺みたいにな。そうね。間もなくあのフィクサーもここに来るでしょうし。簡単に言ってくれるな。ローラン、やたら気が立ってそうだから言っとくわね。あの人は十分図書館に来ないこともできたわ。でも自分の選択でここへ来るわけじゃない。都市役務以上になればそれは選択じゃない。目に見えない強制力が介入して都市役務以上に指定されるんだよ。目に見えない強制力だからといって彼らが選択できるという事実に変わりはないわ。そんなに大切なものがあるなら危険な場所に来なければそれで終わりよ。選択の自由が十分にあるから。アンジェラ、俺が前に言った通り、
都市の中じゃ自由なんてないんだ。選択と自由、大切なものを胸に抱くって。都市に住む人々はただ個人の欲望がもつれ合いながら見えない鎖を生み出すだけなんだ。あいつらが教会の命令に従ってここに来るのも、今まで図書館で眠ってきた数多くのゲストも、俺が仕事のためにちょっとだけ家を空けたのも、自由に選択できるように見えるけど、結局他人の欲望が絡み合った足かせに縛られているだけなんだ。だからあの人たちへ配慮するために私は私の自由を得ようとしてはいけないっていうの。私は機械だから、資格がないから。いや、そんなのは関係ない。でもこんな方法で得た自由は、回り回っていつか自分の首を絞めることになるだろうな。バカ言わないで。それはそれで、これはこれじゃない。到着しました。思ってたより古風な場所ですね。そうだな。部長の新居もこんな感じですか？シャオはもうちょっと可愛いものがメイ、余計なこと言うな。仕事に集中しろ。一課の部長の好みってそんな感じだったんですね。参考にします。はあ。歓迎いたします、ゲストのお方。私はここの館長兼司書のアンジェラです。俺たちは理由協会南部支部2課のフィクサーだ。招待状に書かれた本を回収しに来た。試練を克服されるのであれば十分可能です。他に言いたいことでもあるのか？急を要する事態だから入れるように案内してほしいんだが。招待状に書かれた本にはあなたたちの命をかけるほどの価値があるんですか？何を言ってるんだ。幸せな日常を手放すくらいの価値があるのかということです。人間の暮らしが気になる機会なんですね。あなたの言っている幸せな日常を守るためにやるべきことなんだ。やりたくてやる仕事はそう多くない。仕事を選べるほど余裕があるわけでもないしな。そうなんですね。流されたってことですね。もう入ってもいいか？はい。どうかあなたの本が見つかりますように。そう、結局こうなるんだよ。私にはよくわからないわ。幸せな日常を守るためにやるべき仕事も、彼らがどんな心構えで仕事をしているのかも。そしてこの人たちのようないくつもの都市の死を笑って済ましたあなたがこのような態度を見せたのも、どうして私はこの全てを理解できないのかも。他人の不幸については俺がどうすることもできないじゃないか。俺が手出しできない悲劇を軽く払いのける方法を習得しただけだ。笑って済まさないと耐えられないから。でも俺が抱えていかないといけないことには未だに苦笑いしかできないな。ま、結論も出ないことにしがみついたって自分の首を絞めることになるだけだ。今回のことは俺が感情的になりすぎたよ。アンジェラ、君に自由を得る資格がないというわけじゃないんだ。それはそれで、これはこれだから。わかってるわ。あなたも私も傷だらけでしょうし、私も言い方がきつかったわ。そうそう、いい感じに解決しようよ。俺たち二人が喧嘩したって別にいいことないだろ。疲れたな。青い残響は一体何をしでかすつもりなんだか。それが心配なのか？教会にはなんて報告するか。仕方ないよ。俺たちが見た通りに書くしか、どうにかできる相手じゃないだろ。俺らも俺らだけど、二課も図書館を調査して以来音信不通だよ。何かあったのか？みんな忙しいんだろう。シャオ部長も進路すごいだろうな。ま、他人の心配ができる立場でもないけどな。整理しないといけないものもあるし、そろそろ帰るか。
部長、夜分遅く失礼します。最近処理した件についてお話しすべきことが。部長？ああ、すまない。少し他のことを考えていた。気にするな。報告があると言ったな。何事だ？捕獲に失敗した泣く子を除き、他のねじれに関する標本は専門員および数名が抽出しに来た後、部医者に渡される予定とのことです。作業コースは約1日かかるとのことです。我々はその時まで待機でしょうか？協会長や運営陣の方からは特に連絡は受け取ってませんでしょうか？一課は今回の事件から手を引けという連絡を受けはしたな。これから図書館とねじれに関係する事柄はもう少し状況を見守ってから花協会へ引き渡す予定とのことだ。都市の星である図書館を時間をかけて分析し検討する必要性を感じたんですね。それならこれからこの巣から撤収するのですか？ああ、標本の抽出が終わり次第撤退するから荷物はあらかじめまとめておけ。それまでは次に備えて各自再整備をする。どんな依頼が来るかわからないからゆっくり休むように。はい、承知しました。それなら部長も休まれませんといけませんから、我々はこれで。待て、今から私が言うことを肝に銘じておくように。一課はまだ薬指と小指の抗争真っ只中の外郭へ派遣される可能性が高い。我々は特に小指に気をつけるべきだから、投入された場合は皆覚悟しておいた方がいい。承知しました。ミリスは自分を誇示することが大きな欠点だ。その点にのみ留意すればこれからも問題ないはずだ。チュンはこのまま精進するよう。いつか色を付与される素質がある。急に何をおっしゃるんですか？もしかして上から別途報告でも受け取ったんですか？いや、さっき話したので全部だ。代わりに図書館の招待状というものを受け取った。机の上にこれ見よがしに置いてあったんだよな。それならつい先ほどのは。ああ、私はこれを持ってリュウ一家部長を辞めるつもりだ。一方的な協会脱退および契約破棄による不利益は一人で受けることにする。何おっしゃってるんですか？お前たちの経歴は心配しなくてもいいということだ。そういうことではありません！後ろにあるカバンの中には私なりに引き継ぎに必要な情報を集めた書類がある。おそらくこれでは足りないだろうが、今は教会本社へ戻る時間がないから、その点理解するよう。急に席を立つことになって皆に申し訳ないという気持ちでいっぱいだ。やはり図書館に行かれるんですか？シャオ部長らしくありません。焦って決定すべき問題ではないということはよくご存知のはずではありませんか？とりあえず教会に戻り情報をさらに集めるのはどうでしょうか？きっと役立つものがあると思います。お前の言う通りだ。らしくない。本当に私らしくない。らしくなく初めて泣いたんだ。私はこんな感情とは縁がないと思っていた。ロウェルが何度も頼んでいたのを思い出したよ。お互いに何があっても命は投げ出さないようにしようと当たり前だと思ってた。私は冷静だと思っていた。いざこんなことに遭遇するとどうやっても振り切ることのできない私自身のことがみっともなく思えてくるよ。怒り、失恋、絶望、悲しみ、この感情を何と確定すべきかわからない。でも確信できることは一つある。私はここに上り詰めながら数多くの嘘を見てきた。この年には本当であるかのように放送した嘘しかないと思っていた。私もまたそういう風に生きてきたから。でも
ロウェルに対する私の心だけは本物だった。部長の気持ちがわからないわけではありません。ただこんな風に仕事を辞めるのはいろんな意味でよくありません。教会の信頼が壊れたら、その後事務所を構えてもここから排除するでしょう。それだけではありません。これからだとしても、私がこの年でこれほど焦ったことはあるだろうか。別れの理由に心が冷えたことがあるだろうか。本気で誰かを恋しがって泣いたことがあるのだろうか。ロウェルのおかげでこの気持ちは本当であることが分かった。だからこそこの身を炎のように燃やすことが私の性の証明となるだろう。どうしてそんな堂々とおっしゃれるんですか。ロエル部長もあなたも。シャオ、一つだけ聞こうか。ロベルの本を得た後はどうするんだ。その次のことくらいは考えてからしでかすつもりなのか。いや、ない。私の意志を貫くだけだ。お前くらいのフィクサーがこんな状況で感情的になってことをしでかせばどうなるかはよくわかってるだろう。帰る場所がなくなることを望んでるのか。いつか私の空に星が浮かぶとはいえ、共にする者がいなければ何の意味がある。私はもう心を固める。説得されるつもりもない。我々がついていくことはご存知ですか。ある程度は。止めはしないのですか。ついてきてくれる方が本を得る可能性が高そうだからな。本当に利己的ですね。こんな姿を見せたことのない方がこうおっしゃるのであれば、我々もどうしようもないじゃないですか。強要はしない。お前たちにも選択の自由はあるから。しかしこんな愚かな私についてきてくれるのなら一生ありがたく思うよ。俺は今何を見たんだ。あなたの言ってたことと違って、教会一家の部長くらいのフィクサーがあんな感情的な判断をするのね。俺もびっくりしたよ。あのシャオの目が曇っただなんて。確実に白夜黒昼の光が単にねじれやエゴの発言だけに影響を与えたわけではないんだな。ここでゲストを見て感じたのは、何というか感情に正直になったというか。今まで見てきたことを考えてもそうね。理解できないわけじゃないわ。あなたに何かがあれば私も。え？ってことは俺を…でも俺は心の準備が…ローラン、お願いだからそんなザレ事はやめて。愛とかの感情じゃないってことは誰よりも私がよくわかってるわ。知ってるよ。俺みたいな話し相手に再び会うには骨が折れるってことだろ。ええ、あなたくらいの友達に会うために関係を構築していくのは疲れるでしょうね。結局図書館まで来てしまいましたね。後で支部長にこってり絞られる様が目の前に浮かんできますよ。申し訳ない気持ちしかないな。仕方ないですよ。我々の選択ですから。ここに足を踏み入れた以上、やるべきことは確実にこなしましょうか。図書館である程度の成果を出せれば情状酌量を求めることができるかもしれませんし。私はここで骨をうずめてもいい。ただお前たちは自分の命を優先するように。すでについてきてくれたお前たちにこういうことを言うのも面目ないということは分かっている。本当に厚かましいですね。誰も死なずに帰還することだけを考えましょう。リュウでクビになったら我々が飢え死なないようにその後の責任取ってくださいよ。もちろんだ。歓迎いたします。ゲストの皆様、私はこの図書館の館長兼司書のアンジェラです。あえて嬉しいとは言えないな。でも礼儀は守るべきだから。私の名前はシャオ、こっちはチュンとミリスだ。挨拶しろ。どうも初めまして。はい、感謝します。どうして間を置くんですか。
今更罪悪感でも持ち始めたんですか。あなたたちは知ってますよね。同じ服を着たゲストたちがどうなられたのか。そうだな。それでもこのような選択をなさいました。誰に強要されたわけでもなくです。ちょうどいい場所に穴が開いてるからといって何でも言っていいわけではありませんよ。まるで我々は死んで当然と言っているようですね。二人ともやめ。要点は何だ。私の知らない人間の心理についての疑問というだけです。自分に襲いかかる危険を顧みずに取り戻そうという理由についてです。私も、いえ、私は数多く見てきたのですよ、代替品を探す話を。なので命より大切だという話は理解できない部分です。どうにか探せば代替品があるはずだということか。その通りです。あえてより大切な命を投げやる必要はないということです。機械は知らないだろうな。大切なもののせいで熱く血が流れる感覚がどんな方法を用いてでもどんな姿形であれ取り戻したいという心が、お前が言ったように軽々しく使える言葉じゃない。大切という言葉は夢、希望、価値観、人間を突き動かし生きさせるあらゆる単語。大切という意味は言葉では言い表せられないほど巨大だが単純だ。でも自らの命を差し出せる理由としては不足しています。否定はできなさそうだな。大事なものを失った時に乗り越える方法はそれぞれ違うだろうし。それなら堂々とここに入ってきた理由は本人がより強いという根拠のない自信ですか。それともただ怒りに目がくらんだのか。それは私も気になるな。でも私が抱いているこの感情が怒りや悲しみではないということはよくわかっている、はあ、そう言ってみたところで虚しい人生なだけ。存在意義のために自ら死を招き入れるって今は自信があるんでしょうね。自分が屈強だと思っているから。でも自分の想像と違った状況が目の前に広がってもあなたは屈強なままでいられるかしら。私はそう思わない。誰よりも早く崩れるでしょうね。結局弱々しい希望を抱いたところで死の前では無駄になるだけ。果たしてあなたの取るに足りない心構え一つで状況が変わるかしら。今私たちに帰れとでも警告したいのですかね。私にはあなたたちを止める力も権利もないわ。魚でするのも大概にしろよな。明らかに見下していますね。部長、無視して入りましょう。ああ、私はここでロウェルの本を見つけられるという希望がある。私が強いと思っても他人が取るに足らないと思えばそうなんだろう。情けなく思われたっていい。他人の視線なんか私が気にすることではないからな。心構えが状況を変えないだって当たり前だ。希望さえあれば前が見えるか、ただ明るいだけなのか、絶望するのと似た感じだろう。前が見えずにどうするべきか、どこに行くべきかわからないだろう。私に道を与えるわけでも前を照らしてくれるわけでもないのに、本当に似ているな。でもその二つをあえて単語を分け区別して呼ぶのは同じでありながら違うということを意味する。今すぐすべきことを心に抱き、それをしようとするときに初めて不可能なことが実現する。希望は触れることのできないものに触れ、届かないものに届き、見えないものを見えるようにする。お前の言うことなんかにくじけない、引かない。釜は壊して
船はすでに沈めたから。だから我々が怖くないなら入れろ。どうかあなたの本が見つかりますように。話せ。まだ終わってない。まだ。どうか落ち着いてください、部長。おじけづいたのなら一人で逃げればいいものを、どうして私まで連れて出て行ったんだ。あの姿どこかでよく見たような気がするんだけど。よくわからないわね。ねじれかエゴか判断がつかないわ。あいつが素早く連れて行ったから、まあ見れなくて当然か。混乱してたのかしら。連れて行った理由はよくわからないわね。一体どうしてそんなことをしたんでしょうね。あんなに上司思いだとは思わなかったな。一人で逃げるやつはいたけど、一緒に生きようって出ていくなんて。ただ連れ出された方は必ず勝つって強い意志があったのにな。また図書館に戻ってくるかな。さあね。いつもそうだけど、この先がどうなるかはわからないわね。確実に見えたのは角と蛇の鱗みたいなものが生えてきたくらいかな。中間地点みたいなものね。きっと次第に進行していたんでしょう。ねじれかどうか区別できないのはほんのわずかな差だからで、あれだけじゃ区別するのは難しいわ。そういうことか。俺にはその感情線だかなんだかいうやつはさっぱりわからないけどな。また何悩んでるんだ。明確な答えが出せなくてもどかしいわね。とにかくもう少し見守るべきかしら。まだ彼らがどうなったのかはわからないから。お前にこれ以上聞く話はない。死が怖ければ一人で逃げろ。私がただ死ぬことが怖くて部長を引っ張ってきたと思ってらっしゃるのですか。それならこんなことをする理由があるはずだろ。万一にろくでもない理由なら、この行動をこのまま看過することはできないと思え。部長、今この状態で戦っても犬死にするってことは部長もご存知ではありませんか。どけ。口を開けろ。私はとても落ち着いている。今の部長では私の攻撃ですらも防ぐことができません。前も見ずに走り出し、剣を振るうのをどこの誰が落ち着いてると言いましょう。どうせ始末すべき相手だ。むしろ恐れに振り回されず、強く心を決めて刀を持つ方が良くないか。そういう相手だとしても我を失った太刀筋は意味がなく、余地な復讐になるのみです。敵に立ち向かうために必要なのが怒りとは言いますけど、程度が過ぎれば毒になって自分へ帰ってきます。怒りで立ち上がるべきではないというのは部長が一番よくご存知じゃないですか。剣の切っ先がどこへ向かうのかを見れないのなら、血を流すことになるのは自分自身だと教えてくださったのは部長でした。私のものを奪っていったかの者たちに見せるべき心構えなんてない。ずうずうしくも奴らと私たちの命を懸けることを提案したよな。笑いもしないよ。私がかの者たちに見せるべき礼儀などあるものか。だとしてもロエルはそんな風に行動しなかったはずだ。シャオ、頼むからしっかりしてくれよ。ミリス、私も分かっている。ロウェルを含めたリユニカ全員は図書館が奪っていったわけではないということ。彼らもまた正当な対価をかけて戦い、敗北を喫したゆえに相応の代価を支払ったことを全て知っているということだ。でも認められないのをどうする。それが完全に彼らの意思だと言えるのか。その決定に少しの圧力もかかってなかったと言えるかってことだ。そのようなことが頭をよぎるため、私は冷静に状況判断することができなかった。チュンと教会員たちが死んで、だからこんなに悩んでるのか。ああ、私も最初は自分さえ守れればいいと思っていたよ。ロベルの本さえ手に入れられたら、この全てが終わり、
封印尽滅しても周りがどうなっても気にはしないと思っていた。でも一人ずつ死んでいくのを見ると心が揺らいだんだよ。私は本当に正しい道を歩んでいるのか、私のことだけを考えることが人間として本当に正しいのか。私を信じ従う者たちが死んだというのに、これを重く認しつつただ前に向かうべきなのか。自分のことしか考えていない利己的な心が他へ被害を与えているというのに、立ち止まるべきではないのか。残った者たちだけでも助けるべきではないのか。選択を下すべきというなら、どちらの被害を感じすべきか、私か、お前たちか。ミリス、答えておくれ。何をより大切にすべきか、私にはもうわからないんだ。俺はその答えをお前に出すことはできない。俺がお前より何かを知ってるわけないだろう。お前が知ってる通り、俺はお前より賢くない。でもシャオ、俺を含めてお前について言った者たちは誰かに強要されたわけではなかった。俺たちが信じて従うことに対して一体どんな圧力があると思ってるんだよ。冷酷とも言えるけど、みんながそうだったように権力に従ってきたのであれば、その力が衰えた時に離れていっただろう。お前は理由一家を辞めた。もう俺たちに圧力を加えられる存在でもないし、俺たちが義務的に信じ従うべき存在でもない。お前たちが私を信じて行動できるのと同じで、私もずっと信じていたことに従えばいいということか。香りの良い茶を一日中飲むとしても、その香りは最初と同じであるべきだということだろうな。シャオ、何か音が聞こえないか。この世のものではないかのような、温かくて美しい声が。俺たち二人の声しか聞こえないのに何を言ってるんだよ。何？お前の言うことは間違っている。いや、合ってるかもしれないな。私が利己的だと、私はそう思わない。人間は一人で生きていくことはできない。そうなればすぐ死んでしまうだろう。他に誰かが必要だ。あ、私が生かすべき人、そして私が必死になって生きるべき理由になってくれる人。私のそばにいることで他の誰かが生きていくことができ、その人が死なずに済むと同時に私も死んではならない。お前たちを守り、私もまた守る方法。私が死んではならない。私のことを考えることがすなわち周りのことを考えることだから、お前の言うことは間違っている。そんな口車には乗らない。ああ、利己的な気持ちを悪い風に見ることができないというのはこういう意味だろうな。すまない、自分の感情に打ち勝てず、うまいこと自分を制御できなかったな。お前に、それと皆に謝るのはこれが最後だろう。ミリス、私の目先は暗いせいで前を見ることができない。事実は恐ろしく、それゆえたまに誤った道へと進むこともある。でも力強く踏み出していけば結局は正しい道へ進むことができるだろう。前が見えないわけであって道がないわけではないからな。まさかエゴを発言したのか。フィリップみたいに不完全だけどエゴに近い姿だったわ。
独り言もブツブツ言ってたんだけど、誰かと会話してるみたいだったよな。私たちは聞くことはできなかったけど、シャオは聞くことのできる声、うん、まるで幻想体みたいだな。幻想体みたいって？ここで幻想体の力を借りるときにも何かしらの声が聞こえるんだ。その声は他の司書が聞くことはできない。俺にだけ聞こえるんだ。ある時は頭が震えるような怒りのこもった声が聞こえて、ある時は悲痛に満ちた泣き声が聞こえることもあって、どういうわけか俺がその声に動揺するというか、俺も奥底から何かが湧き上がってきたり、急に頭の中が冷たくなることもあるんだ。あなたとゲブラーが聞く声とあの声は何かが違う気がするわ。何かだ？あなたたちがいつも聞いている声は一方的に自分の言いたいことを言うだけよ。もちろん例外もあると思うけど、大体はそうなの。でもシャオとその声は対話をしてた。聞き手がどうにかなることを望むかのように囁いているみたいな対話だったわ。よくわかんないな。その二つが確実に違うって理由はまだないし、とにかく別の意味で化け物みたいなあいつを接待するのが先だろうな。こっちもお先真っ暗だよ。全員死んだな。誰も残っていない。ここでお前たちは最後まで私と共に戦い、そして消えた。一人残っている姿はまさに氷を誘拐この上ないな。闇しかない。前が見えない。どこに進んでいくべきか。足を踏み出す勇気はどこから来るのか。お前たちは一体何をそんなに最後まで信じたんだ。勝てるという希望、屈強な指導者、あるいは本を得るという目的。惜しくも今は返事を聞くことができないな。でも生のために息がしばし宿り、また戻るがために散らばるように、いつか再びお前たちに会い聞ける日が来るだろう。またお前か。しつこく話しかけてくるんだな。私は、私が自ら呼び起こした絶望に崩れ落ちも恐れもしない。人間が、そして私が克服できないものはない。耐え忍び力強く歩んでいけば最上の結果に至れると信じている。ただ純粋に信じている。いや、そんなものに崩れ落ちる必要はない。絶望がないなら希望もまたいらなくなる。希望があることで恐れが生まれるが、恐れがあるゆえに勇気が存在し、このすべてがないのであれば生はない。生きるべき理由がないのと同然であるから、私がどうしてこの正道感を覚えずにいられよう。これからも私は私のために戦う。私のために命を捧げた仲間たちを無下にするというわけではない。いや、あるいは私がここでお前たちのせいで崩れ落ちている方が無下にする行為なのかもしれないな。お前の話は最後まで気に入らないな。一人生えた木が森になることはないか。面白い話だ。たとえ一人でも夜は訪れてくる。そして明けない夜はない。一回の消える星ごときが昇りゆく太陽の光に勝つことができようか。覚悟しろ。今日、都市の星が一つ沈むことになる。結局シャオも本になったわね。
それでも他の奴らみたいに崩れ落ちる姿を見せはしなかった。人間ってあんなにも強くなれるのかと思ったし。何そんな考え込んでるんだよ。フィリップとシャオを見て私なりに考えてみたわ。エゴとねじれの関係性を両者は似ながらも違ったわ。共通点と差が明確だったから。そうか、どういう風に考えたんだ。多分ねじれの向こうへ行ってしまわないように引き止めてくれるものがあるみたい。エゴやねじれが発生するくらいに二人の感情線は不安定だったわ。そしてその流れは似てた。利己的な心。自分だけを利する心。ええ、同じ利己的な心であっても二人が受け入れたものは違ったけど、とにかくその心は自分を変えるくらいに強い力があったから、二人は不安定ながらエゴに近い姿に変わったわ。でもフィリップはそれすら完全じゃなかったの。依然として心の片隅では不信の念があったんでしょうね。それはシャアも同じだと思うんだけど、最初から完全に信じている感じじゃなかったよ。最後あたりで心をわしづかみにしたみたいだけど。ここでその二人の違いが出てくるのよ。私はその理由が彼らだけに聞こえる声にあると推測してるわ。確かではないけど。声か。ええ、フィリップはオズワルドの言葉に折れるくらい精神が脆かったわ。プルートが耳を傾けろと言ったその声が一体何の話をしたのか、フィリップは本当にその声に折れたのかはよくわからないけど、シャオを見ると少しは推測できるわ。シャオは聞こえてくるその声にも屈することはなく、むしろさらに固くなったの。そして完全な自分だけのエゴが発言して。ええ、その声に抗うことができた理由、その理由は何かしら。前にあいつが言ってたみたいに大事なものとかなんとか言ってた類のものじゃないのか。正確に言うなら人間を突き動かす全てのもの。一つに特定することはできないだろうな。個々人が大切にするものは違うから。多分エゴがねじれの境界線を越えないように引き止めてくれるんじゃないのかな。ずっとピンと張った綱の上で綱渡りをしてるんだよ。誤って足を踏み外すと崩れ落ちて。ローラン、多分それ合ってると思うわ。でも変だな。心だけじゃ変わることができない世の中なんだよ、少なくともこの年は。やっと世界が変わろうとしてるんでしょうね。そんな簡単に言えるもんじゃないよ。都市の生態をひっくり返すくらいの力はいつ頭から手出しされてもおかしくないからな。頭が介入しても変わることはないわ。同じようにゲストとして出迎えるだけよ。あと何人だ。193人残ってる。じっとしててよ。もうすぐ指切りがあるのにこんなことをしでかすなんて。こんなことなんて一度や二度じゃないのに今更でしょ。ほんともう、あんたたちのボスは適当にやり過ごすと思うよ。巣に残っている親指の手足を切り取れ、そして全員串刺しにして飾っておけ。俺たちは指令を遂行するのみ。この一連の行為にはいかなる感情もない。どこから来るのかもわからない指令ごときに後先も考えずに命を懸ける。この目も耳もぶっ壊れた狂信者どもめが。都市の皆がそうではないのか。やり方が違うだけで俺たちは一緒だ。今回の指令も完成。最後の指令だけが残りましたね。生きたまま串刺しになってあがく姿は絶景だな。これでエルシャの巣に残っている指は人差し指だけだ。アルシャの畜生どもと青い残響だけが残ったな。やっぱり司令は私たちをいいところに導いてくれていいね。司令はただ従わなければならないだけです。意味を与えたり
干渉するのは良くないということですよ。伝令だからか話し上手ね。下顎は砕けて、目と舌が抜き取られて、ギリギリ虫の息だったでしょ。指令じゃなかったら、あんたは治療はもちろん生き残ることもできなかったんだよ。だからって指令がありがたくはないです。ただ指令が遂行されただけですから。伝令の言う通りです。指令はただ完遂されるべきもの。他の誰でもない、ヤン伝令がかつて身をもって実践してみせた。いや、血の匂いが濃いね。俺も俺だけど、人差し指も本当は相変わらずだよね。青い残響。俺たちは顔を合わせて話し合えるくらいの仲だったのか。そんなに警戒しないでよ。お願いをしに来たんだ、代行者エスター。この串に刺さった肉の塊を連れて行ってもいいかなって。見た感じ指令の遂行も終わったみたいだし、指令にこいつらをずっと置いとけって話はなかったよね。下ろせって話もなかったな。解釈はそっちの仕事だからお願いしてるんだよ。難しいわね。どうしよう。あいつの言う通りにするのは嫌なんだけど、だからってやってあげない理由もないしね。青い残響が望むようにしろ。俺たちはただ次の指令を完遂すればいいだけであって、余計な摩擦を生じさせる必要はない。明快な解釈ですね。やっぱり賢明だね。お互い内臓を見せ合わずに済んでよかったよ。代行者と話すといつも楽しいんだよね。俺と同じ匂いがするから、俺の楽団に誰か一人は連れて行きたいな。何をやらかすつもりかはわからないが、ほどほどにしておいた方がいいと思うぞ。そう？君たちも聞けばきっと気に入ると思ったのに。とにかく新鮮な時に持ってくのがいいよね。ちょっと働いて。はあ、お前の言う通り面倒くさいもんばっかよこすんだな。串刺しになってるのがまるでいい匂いの串焼きみたいだよね。うん、醤油ダレにおろしニンニクを混ぜて塗り込んでから焼いて食べれば美味しそう。ちゃんぽん頭、あなたはどう思う？機嫌いいな。あいつらが食べやすいよう、うまいこと下ごしらえはされてるけど、品質のいい肉でもないだろ。落ち着いてみんな、そんなことやってたら残らないよ。無事に運んでさえくれれば 2,3 個は許してあげる。もちろんゼホンが許してくれるかはわからないけど。心配しないでって、きっと素晴らしい料理を作るって言えば心よく許してくれるはずだから。いや、許すしかないと思うよ。久しぶりの肉の宴か。人を突っ立たせておいて騒がしいな。ごめんごめん、俺たちってこんなに仲がいいんだ。青い残響、お前らがこの巣に落ち着いた以上、いつかお前らの腹から内臓が溢れるだろう。君はそう思うの？俺はそう思わないけど、むしろ君たちはR社の動物のみんなの内臓しか見れないんじゃないかな。青い残響は相変わらず感じ悪いね。指令が導かない以上気にする必要はない。ヤン伝令、次の指令は準備できたか？もちろんです。こちらをどうぞ。エスター、グローリア、ヒューバートと遂行者たちは図書館へ向かえ。だろうな。ん？図書館か。私たちも結局行くんだね。どうして知ってたんですか？予想外という顔だな、ヤン伝令。お前が伝達する指令が偽物だということはすでに分かっている。なんですって？ずっと私だけが
いつから知ってたんですか？そんなことは重要ではない。それなのに親指と戦争をして図書館という墓に自らの足で入ろうとしてるんですか？俺は指令に従っただけだ。ヤン伝令の伝える指令を忠実に履行しろという指令に。結局指令に書かれていたんですね。指令は一体どこまで知っているんですか？俺たちは指令から逃れられない。指令の外側から考え行動することはできないということだ。理解できない。ヤンは今までいろんな指令をうまく遂行してきたでしょ。ヤン、どうして裏切ったの？お金が必要だったの？グローリア、俺たちに裏切りなんてない。指令を履行したかしてないか、それだけだ。はあ、もううんざりです。どこに行っても指令ばっかり。僕は指令のせいで多くのものを捨てて、そして顔を背けてきたんです。指令のせいで家族を失い、友達を殺して、他人の大切なものを奪って、顔を背けて罪悪感に苦しみながらも歯を食いしばって遂行しました。指令は遂行されるべきだから。指令は僕たちを正しい道へと導いてくれるって言うから。でも指令が導いた僕の道は今どうなってると思います？指令を恨んで恐れて、おぞましくて見たくもない僕に、指令は伝令という責任を与えたんです。指令を伝達しろ、僕の手で。だから嘘の指令をでっち上げて、初めて僕の意志を貫けたと思ったのに、全部分かっていたかのように。指令はうまく、そんな、エスター、これも僕の意志じゃなかったんですか？それがお前の意志であろうとなかろうと関係ない。俺たちは指令に従うのみ。これから指令に従って図書館へ行くだけだ。そしてこの都市に果たして個人の自由意志なんてあるのか。全員準備しろ。俺たちは今すぐ図書館へ行く。あなたには招待状もないじゃないですか。招待状ならとっくに受け取った。図書館へ行けというのは僕がでっち上げた話なのに。ヤン伝令、指令がお前を招待した。指令が僕をですか？なら皆さんは図書館に行くんですか？指令通りに。僕がこの場で自殺しろって命令をしても答えは同じでしょうね。俺たちはいつであれ指令通りに行動する。青い残響が何をやらかすつもりか気にならないの？もうじきわかるだろう。別に知りたくもないけど。それはそうと、いつの間にか新しいやつを引き連れてるんだな。狼は見たことはあるけど、残り2人は初めて見るな。結構料理が好きみたいね。ふん。何かピンとくるものでもあるの？ああ、大したことじゃなくて、この前やった23クロ時のゲストの話を思い出した。ただそれだけだよ。それよりももうじき迫ってくる人差し指の代行者たちを相手するのが先だ。人差し指、指令のみで行動する指。指令を嘘で作り出すのも不思議だけど、指令はそれすらも知ってたみたいね。それもそうだな。誰か知らんがヤバいくらいの計算だな。全てを知ってるっぽいのに突飛な指令を下して、その指令が人差し指の腹を肥やす結果につながったし。それならなかなかすごい人でしょうね。だろうな。指って巨大な組織を導くのは平凡な人にできないだろうから。それでも盲目的に指令を遂行する奴らはイカれてるよな。どうかしたか？いいえ、少し別のことを考えてただけよ。ごめんください。誰かいませんか？うるさい。歓迎いたします、ゲストの皆様。私はこの図書館の館長兼。人間じゃんか。
そうか。俺には曖昧に見えるな。それは別に重要な事実ではないと思いますけど。図書館の館長兼青白い司書は機械だと思っていたが、新しい情報に更新すべきか。半人前か。まだこんなどっちつかずのやつがいるなんてびっくりしたよ。見てよ、気が立ってるじゃん。怒ってるの？ゲストの皆様はここで試練を克服なさればよろしいのです。入場を望まれるのであればあの扉へ入ってください。情報と違って落ち着いてるな。代行者たちへ告ぐ。指令の遂行が優先だ。ほどほどにして入場しろ。はーい。どうかあなたの本が見つかりますように。まあいろんな考えを手放して人差し指みたいに指令にだけ身を任せるのも悪くないように思えるんだよな。私は単純に与えられた通り仕事を遂行する主体と変わりないと思うわ。個人の意思なんて重要じゃないように見えるのよね。俺も与えられた通りに働いてるのは同じだけどな。あなたも私もここから抜け出すために働いてるんじゃないの。目的がはっきりしてるわ。自由になりたくてやってるわけであって、でも自分にも意思があるということを明かそうとしていたヤンの努力は水の泡になったわね。この前は情けないだとかたわごとだなんて言ってたじゃんか。考えが変わりでもしたのか？そうかもしれないわ。無作為に人生の目的がない者たちのため本当に意味のない内容なんかが送られると思ってたのに、あなたの言う通り人差し指の指令は結局腹を肥やす結果となって帰ってくるの。指令はエル社の巣の近くにいる親指を残らず処理しろと言った。ちょうどアンダーボスとカポたちがいなくなった頃にヤンの伝達した指令は偽物だったけど、すでに定まっていたかのように図書館の招待状は到着していた。そいつが何かをでっち上げることを知ってたんだ。一手、いや三手は先を見てたみたいだな。ええ、ただの狂信者のように命と時間が惜しい奴らだと思ってたのに、私が断片的に覗いてただけだったわね。あれは本当かしら、ローラン。あれが本当かはわからないけど、そんなに不安にならなくていいと思うよ。指令がどれだけ大きな存在であっても、その中身が虚無であっても注意深く聞く必要はない。俺がやってきたことが実は自分の意思じゃなくて都市の意思だとしても、それを知る術はないから、その瞬間それは大事なことじゃなくなるんだ。俺が感じる感情だけは俺のものだから。私が感じる感情ね。そう言ってくれてありがとう。それはそうとして、あの伝令はどこに行ったんだ？司令が招待するって言ってたかしら。どこに行くのかはわからないわね。ほんと微妙な場所で途切れるな。毎回こんな感じだよ。とても気になってるみたいね。もしかしたらだけどな、司令の話が聞けるかもしれないだろ。ゲストじゃない以上私たちが見ることはできないでしょうけどね。それもそうか。 L5123 の4つ目の扉、右に14歩、左に23歩、階段がある。この階段は、どこに続いてるんだ？音がだんだん大きくなってる。明るくはないけど、光も見えるし、本当に入っても大丈夫なのかな？入るしかないか。なんだ、この巨大な装置は。ようこそようこそ。ここまで来るだなんてさぞお疲れでしょうね。早く入って楽にしてくださいね。あなたは？私はここの傍職者です。久々にここにお客さんが来るだなんてすっごく嬉しいですね。さあさあ、ぼーっと突っ立ってないで。傍職者？はい、そうなんですよ。貴様も指令の招待を受けてきたんですよね。
どうしてそれを。ここは司令の正体じゃなきゃ貴様みたいな人たちが訪れることができない場所なんですよ。正体を受けてここに来る人は本当に稀なんですよ。この場所が司令と関係あるんですか？はい、とても密接な関係があるんです。ここは司令が生まれる場所ですからね。司令が生まれるんですか？聞きたいことが多そうな顔ですね。よかったです。私もすごく暇だったけど、とりあえずどこかに座りましょうか。話が長くなりそうですからね。さあここに座って。お茶出せなくてごめんなさい。温かい水が出なくて。あ、挨拶が遅れましたね。お名前は？代行者ですか？伝令ですか？私の名前はモイライです。ちょっと待ってください。一つずつゆっくり喋ってくださいよ。とりあえず僕はヤン・ビスモク伝令です。まだ1ヶ月も経ってないです。ヤン、伝令なんですね。はい、わけもわからない残酷な命令でいっぱいの伝令を伝達しました。わかりますよ、司令は残忍です。その意味を察することへの難しさにも殺されたりしますし。そのせいで指令を受けた人の恨みと絶叫を聞く羽目になりました。あなたがそのわけもわからない指令を作ったんですか？怖っ。そう睨まないでください。貴様が聞きたいことから答えるなら、私は指令の内容を作りません。この糸車と織機を守るだけです。はい、じゃあ指令が生まれるっていうのは。この音聞こえますか？つま先から胸まで届く振動が感じられませんか？細かく揺れるのは感じられます。でもこれが関係あるんですか？ただの振動でしょうに。違います、ただの振動ではありません。この振動はまさに都市の心臓の鼓動です。乱数的な振動数で震えているんですよ。この振動が重りを動かせば、私は糸車を回しながら糸を紡ぎます。ああ、言葉で説明すると分かりづらいですよね。さあ近くで見てくださいよ。ちょうど新しい指令が生まれてますね。紡いだ糸の上の重りが揺れながら意味を刻むんですよ。意味ってただのぐちゃっとした模様じゃないですか？最初はそう見えるかもしれません。これは都市の言語ですからね。わからなくて当然です。うん。都市の言語、まだ発見されていない言語があるってことなんですか？人間たちが使う言語とは違いますね。もちろん違いますとも。それもそのはず、私も全然わかんないんですよね。でももうじき私たちにもわかりますよ。ここには57台の糸車がありますよね。私はその糸車から紡いだ糸を織機に入れて布を織り出すだけです。ちょっと待っててくださいね。できた。見てください、指令が一つできましたよ。そんなわけ。チェホンへ、サンサロで手を7回振る人に会ったら、その者の家までついていきなさい。本当に指令だ。さあそんなぼーっとしてる時間ないですよ。この指令を伝令さんに送らないとですね。まずこのハンコを押して、どれどれ、 NNL の次、 N9201。 あった、 N9201 のパイプが見つかりました。ここに指令を丸めて入れるんです。そうすると指令はパイプを伝って地上へ行くんですよね。これが指令の正体だって。そんなバカな。この糸車、織機、パイプまで一体誰が作ったんだ？わかりませんね。
私も指令に従ってこの仕事を始めましたし、あ、ここに先輩の暴食者がいたにはいたんですけど、その方も指令を受けて別の場所に行かれたんですよね。指令に疑問を抱いたことはないのか？特には。この仕事以外別にやることもありませんし。ただデタラメに作られる分なんかのせいでどれだけ多くの人が死んだのか知ってるのか？ここで全ての指令が作られるなら、少なくとも残酷にならないように変えることもできただろう。でも私はここで指令を作っておくれって命令を受けたんですよね。この指令を破れば私はきっと指令に殺されます。何言ってるんだ！そもそも指令はお前がいなきゃ送られないだろう。他の巣のどこかに私みたいな暴食者がいたらどうするんですか？まさかあんなにたくさんの都市の指令を私一人で送ってるとは考えてないでしょうね。じゃあ一体あの指令の内容は誰が作ってるんだよ？私が思うにこの都市だと思います。さっきも言いましたけど、糸の模様を刻む重りは都市の振動で動くんですよ。地上で忙しく動く人々の足音、工事現場の揺れ、誰かが床にこけて生まれる振動、悲鳴の響き、都市で起こる全てのことが集まり振動をなし、その振動は重りを動かすんです。今私たちが喋ってる音までもです。結局都市の人は都市から逃れることはできないんですよ。都市の人がすることは都市のこと、都市の意思を都市の人々が代弁してるってことですよ。僕たちがやってきた全ての残酷なことが都市の意思だったのか？都市はどうしてそんな残酷にならなきゃいけないんだ？人間が残酷ですからね。都市は人間が作ったもので、その人間という存在が残酷なので、この都市は似るしかないんですよ。生まれた時からそんな存在だったから。めちゃくちゃだな。人間が都市を作ったのに、今は都市が人間を操るって。順序ってそんなに重要ですか？大事なのは私たちが何をしようが結局は都市の一部ってことです。こんな場所でのんきに布を織ってるだけのお前は、その布切れ一つがどれだけ残酷な結果を呼び起こすか知らないだろうな。だからそんなのんきなことを言ってられるわけだ。そうです、私には分かりませんね。与えられた仕事をこなしてるだけですから。でもそれって私が気にするべきことなんですかね？都市の意思通り、都市の意のままに。都市の意思はすなわちそこに住む人たちの意思。知ってます？都市の人々が望んだことによって作られた存在がいるってこと。人間は与えられた道を歩みたがります。選択による結果と責任を負うことが怖いんです。自分で歩いていこうとすればきっと間違った道へ進むはずだから、あがいて生きていくくらいなら何かにもたれかかりつつ頼る人生を生きようとするんですよ。人生の目的がない人たちが自分の道を切り開いてくれる何かを求め望んで、あるいは野望と羨望の中で平等を追い求める人の願いにより、あるいはこの都市が満ち足りぬことがないように生きていければいいなという人々の虚しい望み。神はそうして生まれたんです。人々が必要とするがゆえに、誰かがそこにあれと言ってそこにいることも、誰かが作り出すことも抑圧することもできません。誰のせいにもできないということです。多くの人々が、都市の人々が望むがゆえに、それは自分に近寄る恐怖であり、幸せを与えるという誘惑であり、みんなの約束と願いであるんです。指令が生まれた理由をやっと少しは分かりましたか？そうだな、僕のせいじゃなかった。僕が指令を伝達するせいでみんなが残酷なことをしてるわけじゃないんだ。おぞましいことは
結局怒るべくして怒ったんだ。あなたの言う通り、やっと分かった気がする。都市が、全ての人が元から残酷であるから、人間はそういった存在だから、そして切に願うものがあるから、それが綺麗で純粋な心から出た願いであれ、欲望から湧き出た野望であれ、みんなが願ったことに対する結果ってことだ。僕の手で誰かを殺したのも、誰かの大切なものを奪ったことも、あのおぞましい悲鳴を聞きながら平静を装って罪悪感に身を震わせてたことも、全部僕を蝕むいらない感情だった。ああ、ちっぽけな僕が全ての人の願いを変えることなんてできるわけないだろ。この流れに逆らうことなんてできないんだ。僕がやったことは都市の一部、都市の意志だから、勝手に作った嘘の指令を伝えるのも結局僕の自由意志ではない、都市の意志だったんだ。でもそれはすなわち僕の意志、都市と僕は、そしてこの都市の人たちは全部一つだったんだね。あなたもそう思う？僕が行くべき道を都市は知ってるだろう。え、私？ああ、ご心配なさらず。ちょっと待っててくださいね。はい、どうぞ。図書館の招待状です。貴様のために準備したんですよ。どこを見ながら会話してたんだろう。あるいは私に話しかけてたのかな。まあとにかく戻りましょっか。私の立ち位置を守るために。絶句だ。司令の正体が見れたとか。都市の神のような存在、そんなの聞いたことないのにね。あの暴食者が言ってたように、あんな存在がいくつもいるみたいだな。確信は持てないけど、似たものをいくつか見た気がするよ。こいつらは存在って言っていいのかよくわからないな。とにかく人々が望んだことによって作られた存在とは言われてるけど、俺もそこまでは知らない。それならあの指令っていうのも、目的のない人生に目的を与えられたい人々の願いが集まって作られた存在になるんでしょうね。ローラン、あなたは直接見たことある？さあ、直接見た気はするんだけど、何を見たかはわからないな。俺が本当に見たのかもわからないし。じゃあ見てないも同然じゃない。それが何だったかは記憶が曖昧なんだよ。なんだかあまり思い浮かべたくもないけど。あんまり気に召さなかったみたいだな。人々の望みが集まって作られた神がやらかしてるのを見ると、お気に召したりはしないわね。どうにかして破滅に導いてるように見えるじゃない。本当にみんなのためにやってるのかしら。ローラン、あなたは神が本当に都市の人々を正しい道へと導いてるって思う？あれは外面だけ見れば、勝手に揺れる重りなんかに命を捧げるようには見えるよな。あまたの宗教がそうであるように、そこに都市だのなんだの意味をくっつけたんだろう。結果論的な解釈とそう変わりはない。やり方はめちゃくちゃだけど、鼻から悪く見ることもできないだろうな。何はともあれ、人々の願いは満たされたわけだし、その結果がどうであれな、あの神って存在によって人間は恐怖と絶望を味わうことになるけど、人間的な人生の中で豊かに生きることができる。無理に握らされた人生の目的とはいえ、ないよりはマシだろう。まあ考えるだけなら自由だろう。指令を恐ろしいと感じようが、正当で必要なものと感じようが。あなたの言う通りね。とにかく個人的な考えをするよりは、接待準備の方が先かしら。今回もよろしく頼むわ。指令を遂行し、
歓迎いたします。ゲストのお方、私はこの図書館の館長兼司書の。あるんじゃ。はい、よくご存知ですね。知り合いが知らないことはない。知り合いは都市の意思よって、都市の中で起こる全てのことを知っている。僕がこれからどう動くかまで、そしてお前がどう動くかまで、全部。そうなのですね。指令に対して疑問は抱いていないのでしょうか。当然だ。指令は都市の意思で、都市の意思はすなわち僕の意思。都市の意思を否定することは、すなわち僕を否定すること。でもそれじゃあ本人の自由意思はないはずでしょうに。悔しいなどとは感じないのでしょうか。ご本人が十分に満足いただけているのであれば幸いです。どうかあなたの本が見つかりますように。あの人が死ぬのも指令の意なのかしら。さあな、何でも先を読んでそうな指令なら当然かもな。それなら一体ヤンって人は何のためにあんなに我慢してたんだよ。死を顧みず指令に細工をして自分の自由意志を明らかにしようとしたけど、それもまた指令の一部、つまり都市の意志だったって言ってたわね。ああ、結局あいつをこんな道にまで引っ張ってきて。ローラン、さっきは悪く見ることもできないって言ってたじゃない。何はともあれ都市の一部だから。完全に理解はできないけど大体は分かったわ。ええ、困窮することのない人間として生きる人生。都市の神がどうして現れたのかしら。どうして人々は苦しみながらも願うのかしら。あの人たちの立場になって考えてみたわ。もしも生きる目的がないならどうするか、私はどう行動するか。結果は当然決まってるわ。私はあの人たちのように誰かが人生の意味を決めてくれるのをじっと待ったりしない。私は違う。自分の力で人生を切り開いていくのよ。話したり考えたりするだけならあまりにも簡単よ。その状況に直接置かれてみないとわからないでしょうし。鼻から悪く見ることはできない。ええ、無理にそういう人たちを悪く見ないことにしたわ。もちろん完全に理解できるというわけではないわ。それはそうと、あなたが言ってたことは私も気になるわね。果たしてヤンの行動と結果は何を見せるためだったのか。わかんねえな。そもそもどんな意味があるのかもわからないし、あの指令ってのもわかりそうでわからないし、ねじれるってのも思ってたより簡単明瞭で怖いしね。もう少し確実性を帯びてきたわ。自分が信じていることが崩れたらねじれるみたいね。ああ、だからもっと怖くなるんだよ。この年ではそんなことが数えきれないくらい起こるから。この前君が言ったみたいに、猫も杓子もみんなねじれない理由は明確みたいだけどな。とにかくあれもこれも後味がよろしくないな。